皆さん、こんにちは。ライライ亭倉敷笹置店の田村琴音です。今日は私の休日の過ごし方を紹介していきたいと思います。まず紹介したいのが、私のお家で飼っているアメリカンショートヘアのタゴサクくんです。おはよう。私の家族は普段学校や仕事で家にいないことが多くて、タゴサクが一人になってしまうことがあります。なので休みの日はなるべくこうやってタゴサクと一緒に遊んだり、ご飯をあげたり楽しんでいます。タゴサクは抱っこがすごい苦手で、抱っこをしてもこうやってすぐ逃げていっちゃうんですよね普通にちゃんと抱っこをさせてくれないんですけど、そんなタゴサクでも特技がありまして、お手とタッチを犬みたいにすることができるんですね。その動画をこの前撮ったので皆さんに見ていただけたらなと思います。どうぞ。お手タッチタッチタッチ、お手タッチ、すごいですよね。本当にワンちゃんみたいにお手とタッチをすることができます。タゴサクのご飯を見ていると、私もお腹が空いたのでお昼を食べに行きたいと思います。はい、ということでやってきました。岡山県玉芝にあるマーサン屋です。それでは入っていきましょう。店内はアメリカンな感じで、たくさん雑貨が置いてあります。バイク好きや車が好きな人もたくさん来て、中もアットホームな感じで、店員さんもすごく雰囲気がいい人なので話しやすくて、ご飯もゆっくり食べることができます。現金かペイペイで払うことができるんですけど、現金だと食券機、ペイペイだとカウンターで直接頼むようになります。今日はこっちに行きます。何にしようかな。今日は浜島バーガーにします。じゃ、食券買えたのであっちにカウンターに行きます。はい、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 ありがとうございます。ドリンクはウーロン茶でいただきます。女の沖野さんです。こんにちは高校の時にバイトさせてもらってて、その時のオーナーさんとは別の方なんですけど、今でも仲良くさせてもらってます。仲良くしてます。ありがとうございますそれではよろしくお願いします。はい、お待ちください。じゃあお席行きましょう。改めてハンバーガーを作ってもらっている間にお店の紹介をしたいと思います。場所は岡山県倉敷市玉島の阿賀崎というところにあります。高梁川支流の里見川沿いの見晴らしのいい場所にお店を構えています。お店の扉を開けると海外のお店に来たような、とても雰囲気のいいおしゃれなお店です。メニューはこんな感じです。ビーフからチキン、ドッグまでたくさんのメニューがあり、季節によっては期間限定のハンバーガーも販売しております。ハンバーガー以外で私がおすすめしたいのが救急ボールです。台湾の屋台で一般的に食べられるデザートで、タピオカの粉で作られたドーナツです。もちもちした食感でシナモンパウダーがかかっており、甘くて美味しいデザートとなっております。今ハンバーガーを作ってくれております。楽しみです。はい、ということでハンバーガーが来ました。こっちが玉島バーガーで、こっちが山谷バーガーになります。私が頼んだのはこの玉島バーガー。早速いただきたいと思います。
ボリュームが本当にすごいなと。私ここのハンバーガーめちゃめちゃ好きで、高校生の時からずっと通ってるハンバーガー屋さんです。いただきます。うん、相変わらずの美味しさです。卵とベーコンとふわふわのバンズとジューシーなパティでうまいです。ありがとうございます。ということでハンバーガーいただきました。ありがとうございました。今日はありがとうございます。はい、このお店はとてもアットホームでたくさんの人が、若い人からお年寄りの方まで来やすいお店となっているので、皆さんよかったら来てみてください。ぜひ来てね。ありがとうございました。Thank you.